12月2日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。北日本を中心に冬型の気圧配置が続きます。また日本海と関東沖には小さな低気圧が発生するため傘の出番がありそうです。詳しく見ていきましょう。北日本日本海側は雨や雪の降りやすい天気、特に北海道は雪が降りやすく、内陸部を中心に積雪の増加に注意が必要です。路面状態がさらに悪化しますのでお気をつけください。また山陰エリアもにわか雨の可能性があります。関東エリアは南部から雨が降り出し、北部も帰宅時間は傘の出番がありそうです。外出時に雨が降っていなくても折りたたみ傘をお持ちください。また気温の予想もご覧ください。西日本の太平洋側は昼間は日差しのぬくもりを感じられますが、朝はぐっと冷え込みます。一日の気温の変化に注意が必要です。その他の地域は東日本や北日本など一日を通して寒さ対策が欠かせません。特に関東エリアは12月下旬並みの気温となるところも多くありますので、万全の寒さ対策を心がけてください。以上、全国の天気をお伝えしました。